負けてた負けてた,ままたもうだから9番かメば勝敗ど返しだって言ってんじゃん。あと4番が人引いたから村でももうしょうがないじゃんって言ってんじゃん。5, 6, 1番がラインギリシュになっておかしい。はい5番です。けど4番の方はなんかもう何、ね、だろう はい、経験不足から来る、来たんだと思うんだけど、アツアツただただドス黒、ね、いロのが煽り運転並みな、回答してるから、1周目も2周目も2日目も。マジで煽り運転並みな。なししででお願いいまますすね、うん、はーいでは始めまーす言ってないよね、4番ね、いつか何試合、もう、もう試合経験つんで思い出してみろ。もうとてもじゃねえけど、村であってもやばいから、煽り運転並みだから、もうひどいから。うん。 ほぼほぼ防衛に近いから。うん。ださいだから、守んないのはね、植え付けるためだよ、恐怖を。ヒロちゃんを、騎士を突かしたら絶対に霊能とか許さないって。いや、ただ、占いもそうだし、守んないし、死んだっても守んないから、噛まれても俺は別にどっちでもいいから。うん。 ペルジャンに4するね。ペルジャンにすり寄る霊能はあの、守りますよ。うん、そういう男ですから、うん。だって俺の村を感じ取れない人は守る価値ないと思ってる。センスないんだから。うん。オ,オカミの時はいいよ。人内の時と村の時が結構つきやすい人で、村っぽい時に分かりやすい人の感覚をつかめないのは。 ままあ、多分、その人いても勝てないから。この人が例の例でも勝てないのは目に見えるから,なか,か,らかなとか思ったら、なんか、この直感なんだろうなって感じなんですけど、うん、まあそうですね、一番手なんで、えっ、ー、と、好きな天ぷらはサツマイモです。えー、言うのはそれで、かぼちゃも好きかな。うん。そうですね。エビは、えっ、ー、と、天脈上を守る価値がない派で、色は別に見えなくても、えっ、ー、と、どんなくても分からない。まあ初週なんでこの置あ、一つだけ切らずに。 要はまあ、こいついたら絶対負けたってことはないからね。俺はそう思うし。師は死んだから、反省してもらえばいいから。要は反省すればいいんで、役になった時に。俺を釣りをしたら偉いことになるぞってことを植えつけていけばいいんだよ。 うん、釣り切り派ですね。そしたら、俺が今マークってもいる,るになるから、ね、やっちゃっえばいいんじゃないかな。あんまり、あまり人に連れて行ってもらえたら、ありがたいです,です、ね。思ってくれる。こんなプレイヤーがあるぞっていう。のプレーヤーが発言。黒ジャンを押したら、危険な香りがすると。五番のマシュラーで,ーですよろしくお願いいたします。うん、うん、前の人って、言っても、四番さんしかいないからな、って感じなんだけど。<当>うん、別に四番さんで、黒い発言はないな、とは思ったかな。ただ、その。釣り切り。 言っていっちゃうと、例の,の人をやる気なくしちゃうから、やっぱ発言精査のゲームだから、それは考慮して、うん、決め打てる場面だったら決め打ってもいいんじゃないかなとは思ってるかな、俺は。うん、で、村の人にはお願いしたいのは、あの、くみ取り式が一番いいなって思っていて、この人が黒い発言したからっていう発言をしても、その後って便乗になっちゃうから、そうじゃなくて、この人が言いたかったのってこういうことなんじゃないの っていう精査も入れてほしいかな。うん、それで僕はうんちゃんと視点更新もして発言伸ばしますんでお願いします。6番のプレイヤーが発言します。6番です。村人陣営でした。えー、っとですね。まあ。 4番と5番さんに関しては色落ちなくて5番さんが最後ちょっと何言ってるか分からなかったっすね。こういう風に言ってるんだよって教えてあげてってことごめんちょっと分からんかったっすね。分からんかったイコール色落ちはないです4番さんも。僕から一つアドバイスをしましょう。まあ多分村で変なこと言う人もいると思うけどそこの指摘を人外って普通にできるから指摘がまっとうな人のことを白く見ないことっすね。 はい。その方が絶対性質伸びると思ってるから。例えばさ、5番が、まあ、なんか、ちょっとなんかおかしな発言して、俺がその叩き、マっトうな叩きって俺人外でも入れることできるから、めっちゃ自信あるし。だからその6番っていう人を白く見ないことっすね。マっトうな叩きをできた人を白く見ないことっすね。しっかり単体センスが必要だと思ってます。はい。頑張りましょう !7 番のプレイヤーが発言します。声出してんね、本当。え <laughs> えー、なんなんだろう。面白かったな。 面白いいい。いとししか言いようがない楽しいねっていう感じ、うん。4番さんの発言の中で私とこう一緒だったのは、そのあれ、なんだったっけ、あ村すら、役すらの話の話か、うん、それは、えー、と私もしてほしくない派で、4番さんが人外の時にその話すると首絞めるかなって思ってる、ただ4番さんとちょっと違うのは、私はした時点で結果がどうであれ、釣りたいかなって思ってる、あの対抗が残ってた場合ね。 やったた方から釣りりいとありがとあがうん5番さんの発言は多分6番さんが言いたかったことはこうなんじゃないっていうのをどんどん更新していくって話、うん、6番さんもうん叩く叩いたからって白くは見ちゃダメっていうのもまあ分からんことはないかなってところ現状456とも色落ちなしかな印象はいい。8番 のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能です。霊能です。レ,ノです,レノですね。はい、赤お願いします。うそっか。スライドしたら釣りたくなるんだね。いや、俺的にまあ、正直な話、俺から後だよね。キューバンさんからサマーサーナイととか適当にシロウってヨーマーさんの段階でレー,レースラーで出てきたときに、白先でだいたい強靭か人狼っていうことが結構あったりとかするから。 うん、そうなったとき結構村的に強い盤面作れるかなとかいろいろ考えてはいたんですけどね、うん。まあでも盤面濁るっちゃ濁るから、まあまあありっちゃありなのかなと思って、まあ例のでそのまま出ました。うん。ってとこですね。4さ3の位置でチャット仕様とかで多分出てくると思うんですけど、うん、まあそうだな。占い出てきて、白先よりもグレーを詰めていきたいかなとは思ってますね。まあ例のの仕事一人目の黒見つけることって言いますんで。 八番さん1周目で出ちゃうのか2周目で出た方が良かったと思うんだけどなってところだけ言っておきますねはい誰だこれは誰だか分かんないけどありがとうっていうところでああそうだな7番さんで気になったところはすらした時点で絶対釣るっていうのは何で 逆にさ、人外でさ、そんな目立って動きするんかっていうところが気になるけどな。で、5番さんの言ってたのは、なんだっけな、あーなんか、その人の白の補足を違う人が言うのがいいんじゃないかって言ってたけど、それは他から、他の視点から言えば、用語っていう形になっちゃうから、白黒つかない人の用語になっちゃうから、そういうラインで見られちゃうよっていうところで言っておきますね。で、6番さんで、気になった発言、4番さんともになかった。 気がするな。4番さんもなんか、ラ瀬ラ嫌いってだけで。特に他の要素なのああー、現状グレーだよね。全員フラッ1番のプレイヤーが発言します。占い師、乱ロ2番。占い師で乱ロ2番。箱お願いします。まあ、今のところ対抗がいないと。2番3番。2番が出てきたら2強かなっていうのは確定するかな。はい。で、 グレーなんだけど、うん、まあ、ラスラに関してのことも、それ俺とは違うけど、そこ叩き位置じゃないから叩かんわ。で、6が言っとった、なんかその、え5かな組み取って発言してくれって次の人。うん、それもよくわからんけど、叩く位置じゃないから叩かんとくわ。うん。まあ、マしなん、色っちの中でも、 色落ちやんな。だから9番が言ってる通り4から7は色落ちしないんだけど、この中には狼いないし狂人がいるってことで、まあしっかり2周目ね、まあその辺で聞けたらね、あの、言っていきたいかなって思ってますね。2>, 2番のプレイヤーが発言します。占い師です。5番さん白でした。5番さんランダム白です。把握よろしくお願いします。 1>, まあ1番はですね、これ、しくじった、人狼か強人がちょっとまだついてませんけれども、グレーに関しては、4番は2周目、6番は割と強気、7番は4番に触れてて、むらすら釣りたいって、割とろうめあるのかなって、そこを触れなかったのがまあ9番。 まあグレーかっていうね、まあ、どっちかというと8番に対して1周目出てきたっていうね、まあ、現状7球ですね、えー、私が、えー、怪しいと思っているところは、まあ、4番さん2周目、まあ、9番さんは期待したいですね、村だったらいいなっていう、そんな感じです。以上、ああいれ,れ、出てくださいね、あの、霊能はね、いるんだったらね、いないんだったらもう8番決め打ちますから、はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。うん 8番の例のはほぼほぼ一置隠します。ある理由で。えー、大事なのは占い精査です。えー、1番と2番について言いますか。1番は狂人。2番が狼です。はい。なぜですか。1番の方が、えー、グレー精査をぼかしてる。2番の方が1番よりはグレー精査がある。まあ、どっちもどっこいんだけどね。まあ、もっと言うと、ムラり出して、グレー精査などして、みんなを騙そうとしてる言葉で。 うん。ならだったら真の占い師って何なのか、ジムサスの。1、2番と対局です。グレーセサしない人です。グレーセサを放棄した人がどうやって人を騙すんですか無理です。はい。僕はそんな人外に出会ったことはないです。なので、1、2番と対局の占い師がもしいたらその人は真です。圧倒的に。確定で。うん。うん。人を騙すことができないからです。以上です。四番。 のプレイヤーが発言しますはい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 、ああ、もう忙しい。<laughs> 何えっ、ー、と、棋士すらであいいと思いますよ。うん、まあ、正直、えっ、ー、と、ぶっちゃけ話がまたまあ、ごっちゃになるけど、あ1、2、両方棋士に触れなかったですよね。うん。まあ、3はまあ、潜伏してたからしょうがないか、まあ、出てるしね。で感じ、まあ、そうね、3の発言聞いてて、んって思ったけど、まあ、でしょうねって感じ。 なんか、1、2、強、強狼とか言ってましたもんね。なんか、目線破綻してたんで、まあ、どういう意味かなって思いましたけど、ど1があって強靭、2があって狼ってことってことかなって感じだけど、まあ、そういうことですよね。で、一白。1、白。1、白。はいはいはい。はい OK、OK、OK。うん。って感じで、うーん。ってことは、今が、えっ、ー、と、2、CO で、えっ、ー、と、あれうん、そうか。2、1番面か。で、もうフルオープンみたいになってるってことだね。 うん、で、グレー釣ると思うんですけど、ちょっと追加します。<laughs> 時間ね。えっ、ー、と、グレーなんですけど、初週、えっ、ー、と、釣る位置じゃないかなと思ったのは9番さんで、えっ、ー、と、あ、そっか、でも5番さん,、うん、5番さん白刺さってんのか。なかぶっちゃけちょっと触れていくと、5番さんのそのなんだっけ、擁護してほしいみたいな、あのカバーしてる、組取り式。それって人外入りしかないですよね。確かに、あの、そうやってして村が助かることもあるかもしれないけど、 うーんって感じですね。なんで私は5番さん印象悪かった。で、6番さんも、私ね、5、6、7みんな印象悪かったな。6番さんもなんだっけなんて言ってたっけななんか、その、指摘する人を白く見ないでって言ったあーちょっと待って、やばい。どうしよう。今日は6、7、ランで提出します。ここの位置出したあれだけど、ちょっとごめんなさい。時間ない。5番のプレイヤーが発言します。さあ、はーく漏れしないで。俺、例のなんだわ。<laughs> ね。 今、22番面ね。<laughs> うん、ハ握ク漏れしないで、4番さん。で、ね、で、人外でしかないって言われたけど、俺が言ってるのってそうじゃなくて、狼っていうのは、どっかに絶対黒を打たないといけないんだよ。それはみんなわかるよね。だけど、例えばね、例えばの話だよ。9番さんが黒い発言をしました。 ね。一番さんがそこに叩きました。ね。でも二番さんが、いや、九番さんが言ってるのってこういうことなんじゃないのって言ったら、それに納得できる村っていうのは、九番のことを釣り押さないよね。うん。俺、そういう発言をしたんだけど。はい。で、太鼓の八番さんに関しては、えー、釣られに来た狂人なのかなと思っているが、 うん盤面がごっちゃになりすぎて。うん。今のところ三振で見てるけどね。うん。だから俺一周目で言ったじゃん。例の釣り切りって言われたら、やる気なくすからっ、つって。それを言ってるのに、八番さんが出てきてるから、まあ釣られに来た狂人なんだなと思ってる。今のところね。うん。だから今日は八から言ってください。はい。 ヤンバーさん、視点更新できたかなうん。俺、今日、あの、強人じゃなくて、ね、霊能なんで、そこのところお願いしますね。6番のプレイヤーが発言します。はい<ー>。<laughs> じゃあ、まず5八制作からしましょうか。8番が偽ですね。はい。霊能です、霊能です、霊能ですって3回言った後に、なんかぐちゃぐちゃ言ってて。 4番の位置でまあチャットで出てくると思いますみたいな発言がもう謎すぎて、もう芯がいること知ってるんやな、この人偽やろなって永遠に終わってました。はい、そうしたら5番が出てきたら五5番芯で決め打ってます僕は。てかこれ決めてない村、クソ弱いと思ってるからマジで。はい、8番に世決め打ち。8番が狂人か狼かって関係ないと思ってるし、関係ないですね、5番が色見れるし。はい、8番釣って。 決め打ちからグレー行くっていうよりは、8番つって5番に8の色を見てもらって、その後3人が占いどこ飛ばしたか、どこに白打ったか、黒打ったかで精査すればいいと思ってますね。はい。3番が死んだと思ってます。てか、あの、1番さんめちゃくちゃ下手くとっすよ、それ。2番を囲いに行ったんすか、それ。あえてで。スライドしてってで。2番目で1番出ちゃってるし。はい。<laughs> そんな感じでいいんじゃないですかね。決めてないぐらい多いと思ってるけど、結局安全進行になるんだろうなと思ってますけど、僕は2日目に5番さんに票を入れないですからね。はい。多分2番目線も5番、8番目、んあ、なんでもない。2番と3番の精査はね、まあ、やっぱ3番が真に見えてて、2番、ごめん、2番のリンスの、あの、なんかあったんだけど、覚えてない。はい。1番さん、ぜひ3番守ってください。7番のプレイヤーが発言します。 2番目線は5白なんでしょだから、うん、5の方が芯があるって思うんじゃないうん。6番さんはそれをちょっとバグったのかなっていうところ。例の精査で言うと、まあ、5番さん初週でも言ってた決め打ちの話をしてたから、5番さんの方が芯っぽいな、8番さんの方が偽っぽいなっていうのは6番さんと同意かな。理由も一緒だった。うん。で、四番さんは把握漏れしてるから、正直情報更新がないかな。 2、2、1番目だから、レイノから行くんじゃないって思ってるけど、ただそこで、えー、と7、9のランテージをしたのはちょっと下手かなって思ってる。9番さんってまだ、えー、と色が落ちない、色が落ちないしか言ってない人物だし、私なんてまだ色見えて,見えてもなかったから、正直そんなにランテージする必要あるんかなって、6を外した理由もよく分かんなかったしなってところ。だから4番さんがグレーの中では一番。 色が落ちてないけど、ランテージをしてきたっていう理由で怪しいかなって思ってる。把握漏れでランテージをしてきたってなってもちょっとなって、正直、ちょっとやっぱり気になるね。把握漏れもあるからねってところかな。うん。まあ、うん、まあ、安定進行で8つめるけど、うん、どうなんだろう。私は8つめ。 よりも、グレー行った方が黒見つけれるんじゃないかなって思ってるけど、三番さんのちょっとグレースケール広いから。あ、三シと思ってます。はい、三シに置いてます。ということで、うん、うん、まあ、行くか。八、八番のプレイヤーが発言します。 うん。いやいや、なんか、潜覆とかスライドがなんか嫌だ、釣りたくなるって言われたから俺出たんだけどっていう話っすね。それをなんで俺今言われてんだろうってすげえ疑問に思ってるんですけど。うん、そうだね。え、結局みんなあれでしょこの例の二人って新境でしか見てないってことでしょだったらグレ詰ツてでグレツから釣ってった方がいいんじゃないのえ、人狼釣るゲームじゃないのってすげえ思うけどね。うん。 あんまり感情を持てん出すタイプではないけど、すげえイラついたかなと思ったね。だったら俺そのまま、なんだろう、普通に占いで出てて、レースラーした方がまだ良かったかな、正直思ってるよ。うん。ってところだね。でも五番さんは俺のこと強靭として見てるんだよね。だったら、グレーツリーでも全然俺ありだと思うけどね。飲めるよね、真なんだったらってところですね。うん。 まあ、ご主人さんは釣りたくないんだろうけどねっていうところからいておこう。うん、そうだなまあ、発言で言うと、4万さんが圧倒的に俺黒いかなと思ってるよ。2、3の精査はあんま正直つかないけど。うん。7級、何を根拠にっていうところですかね。まあ、1万3ティッシュなんで、まあいいとして。で、6万3はなんかすげえしころくしがちだから、うん、そこはちょっと解除した方がいいかなと思いますよ。まあ、どうせ俺今日釣るんでしょ。釣って、こう釣りで安定し、安定進行で行くんだったら別にいいけど、うん。 どう考えても狼で一発目に霊能です。まあないからね。うん。だから白としか絶対出ませんよとだけ言っておくね。うん。どうしようね。どうするの村的にどうするの霊能釣り切り釣り切りですか別に構わんすけど。うん。そうだね。うーん、わからんな。2、3どっちかわからんけど、俺4圧倒的に来るかも。9番のプレイヤーが発言します。あ、なんか7からハ握クもひでえなと思った。7からね。 4番3に行ったのって、俺を釣りたくない。釣りちゃんあ上げたくない。だから4番3目線、グレーだったら67のランって言った。まあそこは俺めちゃくちゃ不自然だったけどね。ただ78はそこを把握もある。8番3は7の便乗で79のランって言ったところ把握もあ,あだなと思った。4はなんで俺を村置きしてるのか全くあかんから、俺って7番3と一緒でグレーの色落ちがしてな、ね、い。で、6番3は一の、なんかムームの下手くそ、12を囲ったって言ってたけど、6番3目線1が今のところ近くしてる。6番3目線じゃなくてもね。 一かしてるんだから、触れなくてよかったと思うんだよね。まあ、正直、2、3だったら3の方が圧倒的に真面だと思ってる、俺も。3の言ってることってすげえ全うって、陣外ってグレースは全くしないで、境界集しに行くんだよ。だから3の言ってることって全うなんだけど、まあ、エンドイチで, <laughs> で、まあ、まあまあまあ、潜伏したのはまあ、まあいいと思うけど、結局呼んで出るから何言っても変わんないと思うしね。うん。番さんの言ったらグレー詰めから詰めるって言ってるけど、いや、この時点で、 霊能に占い人で出てるんだから、2陣が露出してるわけよ。わかる <laughs> だったら霊能ローラーだったら霊能ローラーで 2V1 決めるから、グレーズりは絶対ないよ。グレーだったら4分の1はかんで、ね、残り1人が隠れてるっていうところだから。うん、っていうところで、8万さんなんか熱くなってるし、な,なんでだろうなって思ってる。うん、俺もチ釣りかな。グレーだったらちょっと。 7-4どっちかなーって感じかなー。6はね、なんか1の把握も,のもすげー気になったけど、そこまで変な精査ではなかったと思うから、グレーだったら7-4だと思ってる。今日は8ずりします、自分は。以上です。全体的に一言言うんやけど、あの、占いに触れるなよ。<laughs> って思ってますけど。もう普通に率直に。はい。 俺8から行って5釣り切るよ。5グレー交差してないよ。全部2五紙。はい。だから5が人外という可能性もあるから8行って5ね。これ絶対釣り切りね。6番さんのね、多分白いと思うけど釣り切りね。はい。まあ4級のどっちかじゃないですか。ラスベル。なんとなくですけど。いや、どうやろ47かなあ。あ,あ、でもなんか、どうやろわからんけど。はい。 まあ、とりあえず、守り位置は決まったんで、まあまあまあ、もう俺噛まれていいでしょう。俺2番3シーンやと思うよ。はい。俺2番3シーンやと思うよ。これ出ないでしょ。はい。みんな3シーンって言ってるけど、これ2番3シーンだよ。はい。で、占いの審議なんかほんまつけんでいいけど、つけてきたから俺もつけるよ。逃がし。はい。一応そこだけ落としとくわ。はい。で、うん、どうだろうね。まあ、だからとりあえず8行ってこうかな。 うん、8もねグレーの考察しグレーの考察しとったのがよかったんやけど出方かなうんだから4060ぐらいやでだからそこまで5を盲信できるレベルでは俺を6の言ってることは分からんかったけど6はそれすることによってえと買うから黒くはないかなうんだから6ぐらいかなグレーで言ったらマシなのはい以上 2>, 2番のプレイヤーが発言します いやでもその6番もさ、謎の3番をね、新置きしてるっていう。もうこれね、勝てないね、村。うーん。1番さんだけだよ。まあ4番さんはね、把握漏れしてて、まあ、結局、グレーっていう風に言ってたから、正直、まあ、情報更新されてないからわからないんだけれども。で、3番ってさ、じゃあ結局どこを提示したのってなかったじゃん。 なんか、ぶつくさ言ってるだけで。だから3番、老視点で分かんねえんだよな。で、7の便乗も謎だし。いや、結局じゃあ3番を真とか言う要素何よって、俺死んなんだけど。9番もそうだし。もう何話せばいいのまあ5番あってマックス強だから、まあ8詰めればいいと思うよ。3番。 のプレイヤーが発言しますうん、そうですね。まあ、とりあえず、取らすればいいじゃないですか。うん、まあ、あの、特にグレセサしないんで、取らして2回、占え、占えばいいんじゃないですか。うん、それだけですね。まあ,あ、2番ンさんは、まあ、くれてましたね。それだけですね。占い師は占い、結果を出せばいいので。 まあ、真理がは,はっきりしなかったらロラすればいいし、決め打ちしたかったら決め打ちすればいいし、2番は偽ですね。うん、それしか伝えられないです。まあそうですね。あのー、言葉でしか騙せないんですよ、人はね。2番さんのね、まああの、中途半端なね、らにでもね、惑わされる人いるかもしれないし、まあ動画をなっておきますよ。その結果を出します。以上です。 要はまあどこででもいいいんじゃないですかまあ、5番と8番が生き残るんだったら2番に行って。俺も2番に言っとくわ。うん。どっちでもいいんで、58は俺は。85でも58でも。うん。でも、2番の色見てもらいたいから。どっちかっていうと。この人は狂人なのか、狼なのかを見たいんだよね。うん。なので、58。まあ、普通に新居だから2がローな気はするけど、5番と8番が生き残りたかったら、 あ間違って芯釣りたくないんで現がの2枚行きましょうみんなで以上です全プレイヤーの,私はただの石「私はただの石私はただの石私はただの石」 投票が終了しましまた。追放されるプレイヤーは 8, 8番の遺言を発表してください。 うんまず、そうだね。俺釣られて5番さんがなんて打つのか、俺すげえ楽しみにしてるね。まず一つ。で、もう一つね。えっと、6番さん、7番さんあたりかな。うん。まあ、俺釣ったんだから絶対勝ってねっていうところですね。あなたたち村でしょっていうね。4番さん狼だと俺思ってるから、まあ、俺釣りは別にいいかなと思ってる。9番さん、1番さんもまあ、その思考も仕方ないかなとは思ってますかね。まあ、釣り切りで5番さん釣ってもらって、どこグレー詰めるかってとこなんじゃないですか。 うん。まあ僕は3、4か2、4だと思ってますよ。うん。まあ、終わりまできっちり見ときますわ。これ俺負けても別に俺のせいじゃないでしょっていうかまあ、そもそも真の例の一発目から釣るんだったらもうそのまま負けりゃいいんじゃねえのとか若干思ってたりはしてるけどね。うん。盤面に濁るの嫌だからって出てきてそこを釣られるんでしょうそりゃあなた、納得いかないでしょう。うん。夜が更けました。

単純に村が俺信じたの。かまれるわかまれるわキャーす。ーえー、7番は白だったんで、えー、まあ、4球、九もしくは6なんだけれども、これ3番がね、 グレーの考察一切しないでしょ。だから相方位置が全くわかんないんだよね。 ただ6番っていうのは発言が強いから。一気にライン切ってるかと思った。4番の2周目 2> ま俺はあんまり聞いてないからさ。んこんなに6だなって信じてる中に絶対いるんだろうなと思ったら、単純に村で信じてたのこの人は。衰えだわ。4番の話聞いてねえから。まあそうなると俺目線が。まあどうせ村なんだろうなと思って。4番の2周目は聞いてなかった。5番決め打つんだったら3番,番怪しいなとかと思って。2> 番,2番が触れてねえなとかと思って。 占わなくてよかった。情報が大きいし。俺が一番噛まれて、俺を二世してるんだな占われないようにしてんだろうなと思ってと<の>、徳永永が。思ったら、そうじゃなかったっていう。だから、今日、例のね、俺目線5番っていうのはマックス強だから、3番いってほしいんだよね。で、3番っていうのは、最終発言位置で出てきた狼だと俺は思ってるから、で、占い、新、えー、教 で、そういう観点から3番、うん。で、3番ってこれ絶対にさ、グレー考察またしないんだよ。だからからん。みんな俺のことを偽軸で置いてるでしょ。どうやってこれでね、狼当てるそして俺釣られるでしょこれ負けじゃんってなるんだけど。だ絶対今日3番いって。3番のプレイヤーが発言します。うん。あのー、 2番と4番が確定陣外で、まあ58どっちか陣外なんで、釣り切った後24に行けば終わりますね。はい。明日は2番の色見ます。はい。えー、占い理由ですかまあ679の中に2オオカミだったら、まあ58神教かな ?2 オオカミだったら679が俺に占われたくなくてすり寄ってる人がいるのかなと思って。で、4番の話ってあまりに趣味聞いてなくて、まあ村かもしれないからね。 とりあえず4番の色を見てみようと。まあ、保護のために。うん、白が出たら、まあ、最悪俺が明日噛まれたりしたら679で殴り合ってくれないかなと思って。うん、多分すり寄ってる狼がいるんだろうなと思って裏になったら、4番黒だったっていう。679が優秀な村だったってことだね。本当に俺を真と見てる村だったっていう。もうびっくりすぎましたね。釣り寄り、すり寄ってないんだと思って。うん、まあ、 本来2番が7番を触れてなかったから。からそもそも2番って7番に触れてないほど7番を怪しんでもいなかったのに7番を占ってる時点でもう芯ないの分かるよね。あっついでにもう7番隠しろね。俺はもう全人由露出してるから、6、7、9はもう白です占う。占わなくても。だから7番は俺を占ったと同意なんで2。2からも白もらってる7は各白です。6も9も白です。俺は占わなくても。 あとね、2番ってそもそも、じゃあ俺をロート見てるなら相方自身も探さないでいいでしょだから死んないのよ。2つって4で終わりますよ、多分。4番のプレイヤーが発言します。はい、えーと、今日は3番3しか釣りません。3番3釣ります感じですね。うん。まあ、5番3マックス強なんで、うん、だし、私はもう5番3死んだと思ってます。なんなら。 だって、8番さん、昨日、9番さんと7番さん、把握漏れしてたの、指摘ありがとうございます。9番さん、指摘してくれてありがとうございますって感じで、私は67ランで言いました。なぜなら、ちょっと昨日理由言えなかったけど、ちょっと追加しますね、また。6番さん、7番さんは怪しいところがあった。ただ、まあ、その中でも、ローメが強かったのは、特に7番さんだった。で、6番さんっていうのは、昨日も言ったように、なんだっけ、もう、 あれだまあ、7番さんの論怪しかったところから言うわ、7番さんっていうのは、私とまあ考え方は一緒、ただ、霊能に対するすらは釣りたい、そこは違うで、5番さん、6番さん、ちょっとなんか、一個一個その発言取り上げてわ、そうなんじゃないかな、それは違うんじゃないかな、みたいな発言の下にもかかわらず、ひとまとめで4、5、6、色落ちなし、えー、印象いいって言ったんですよ。え って感じじゃないですか,かその振れ方がめちゃくちゃ怪しかった。だから、えー、とランダムに入れる。9番さんっていうのは確かに色落ちない、あんまり色落ちのある発言はしてなかったけど、その振れ方って怪しいんですよね。7番さんの私たち全員に一人ずつに触れてから、特に私とは意見が合うと言っておきながら、みんな印象がいいでひとまとめにしたんですよね。で3番さんローで、えー、と7番さん相方だと思ってます、私は。で3番さん偽なんですけど、偽よさを上げるとしたら、5番さん、今日5番さん釣りって。 釣ってから私とか私か2番さんとか言いませんでした。普通3番さんの位置なら私釣りしかありませんよねって感じ。なんで、えっと、今日は3番さんしか入れません。まあ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 。2番さんに関しては1番さんは昨日言ってたのは私はわかりましたから、2番さんの時点で、えっと、出ないんですよ、囲われてたら。5番のプレイヤーが発言します。はい、えっと、まず占いの審議についてなんだけども、えー、3の方が審命はないなって思っちゃって。 なんでかっていうと、2週目の発言と、えー、2日目のね、発言で、うん、なんだろう、番の黒要素、上げていたけども、いや、正直それって黒要素になり得ないことだから、そもそも2番さんがその理由も言ってるからね。うん。だから、うん、正直8で黒落ちるんかなって思ってたんだよね。理由としては8番さんって <laughs>、 あの、なんだろう、生存意欲、バリバリ出してたでしょ。なんで俺つるのみたいな。だからね、ワンチャン8区で黒落ちるんかなと思ったんだけど、いやー、強人だったね。ーいやー、申し訳ない。さあ、2番さんに関しては、うん、ごめんね、2番さんを。まあでも、2番さんが仮に囲われていたとしても、別に出ることはできるよ。うん。 だから別に、なんだろ、別に4番さんは黒いと思ってるわけじゃないんだけど、うん。その指摘は、ちょっと不当かなとは思うよ。不当っていうか、なんだろう。うん。理由にはならないと思うよ。出ない、ん ?2 番さんが芯っていう理由はね。ただ、俺はもう、今の発言で、3番さんのシーンは切れるなと思ったから、俺は今日3番さんの色みたい。ね。どうか3番さん釣ってくれ。以上。 6番のプレイヤーが発言します7番さん5番さん偽かな <laughs> 8決めとか言っときながら <laughs> いや、4番さんが裏でそを把握をしてたらクソ痛いけど7って隠しろだからねいや その突っ込めない5番が232メートしょうがねえわ。3番が4番に来るって。もしかして5番が強人で、4番が出現したからやば4番、オオカミ3番 C やって思って、3番に行ってくれって言ってるのかな。7番さん、どう思いますか ?7 番さん。牛屋かまるさん。<laughs> あ、ちなみに、あの、僕目線って2番さんが死んだった場合って、3、4の黒がこれか9、狼しかないですね。はい。ええー、どうしよう。4番それ村で言ってないよね。7番隠しろだからそれ間違えるから、でも狼で。うー。<laughs> うんうん。うーん うん、あこれ村の票がばらけるといけないから7番さんがあの提示して7番さんが提示ねこれはいわかる5番に行くなら5番って言っていいし34のランクは5に行くかだと思ってるからあのそれ7番が提示した方がいいよ票ばらけるとダメだから7番のプレイヤーが発言しますええー、やめてくれよおういや6番さんの言いたいことがわかる もう4番さん終始私を叩くことに必死すぎたからさ3七ーとか言ってたよね3七ーは2が三にしろ出したから二が7にしろ出したからいや 2, 3七郎か三七郎ってないよねって、うん、ちょっと何言ってんだって思って落ち着いてくれ村ならって思ってるよ正直 だ5がそれ突っ込めなかったからの5の2戦目も上がっちゃったんだよね。5決め打ったけどな。ああ、こうなったら釣るしかないかなって正直思ってる。うん、1が2、白もらって2が出てくるメリットないっていう人たちもいるけど、あるっちゃあるんだよね。あの最終盤面だからさ、あそこも発言がね。 だから、狂人として仕事したっていうのも考えられるけさ、落ち着くのあんただから、5番か4番が決めてくるって言ってるんだから、うん、落ち着くのあんただから、はっきり言えって言ってるのに、はっきり言わないのはあなた落ち着いてないから。うん、5番か4番かって結論言って6番のあんたは、ね。だから、あなたが一番落ち着いてねえじゃん。1> 1がてだからもう5番に行くだら5番ってはっきり言えったら村の票がまとまんねえっつのよ。うん。 いや、怖い、怖いから、ちょっと 5, 5番さんが4番さんの指摘突っ込めなかったの怖いから、ありがとう。あなたが一番村に言う資格ねえから、あなたがテンパってんだろう。6のアンサーに答えて、うん最後には5と4どっちかって、<ー>5番いきますって、ねっ。7番さんが5言ってくれるって思って、こので3、4のランだったら、もし2節っちゃったら PP だからね。確実に5ですよ、ここは。ああ。 9番が落ち着いててよかったよ。はた7番はマジで言葉と裏腹に落ち着いてないからね。ね 5, 5、1択だろ。うない2番が入ってた。5、1択だろ。3がグレーセスはしてないみたいなこと言ってたけど、うん、3番さんって1週目のエンドポジで、あのね、2人が露出してたんだよね。占い対抗で占いずりからの発言だからグレーセスはする必要ないんだよ。3番さん目線って。うん。 占いから釣るからね。だから2番さんのその指摘は不当だなって思ってたけど、2周目で3番さん、くれ制度全くしないから、占いセンサー2周目。3のシーンちょっと落ちるなって思ったけど、まあなんか2日目でちょっと上がったよねっていうところ、盤面的にはね。発言的にもまあまあまともだったと思ってるよ、俺は。うーん、まあ5釣ってじゃね。うん。4、5のランでいいと思ってんだけど、俺ほぼほぼ、うん。で、7が5行くって言ってんだったら俺も5行く。 ピーピを起こしたくないし。負けたくないんで。うん、そんくらいしか言うことないよな。うん。三の四への黒囲いも含めて、俺は五に行きたいです。はい。あ、読んでいいよ。はい、もう読んでいいよ。もうぶっちゃけ、うら、ううなら、読んでいいよ。さあ、票を合わせてくれれば、明日読んでいいよ。全然。あ,すあ、五位ねえが。その疑いには。どんな根拠があるのか。 だって、占い結果聞いた方がいいじゃん。2番の占い結果を。村、全体で。2番が何者かっていうのも知らなきゃいけない。ていうかもうこれ、土井比くらいもう人外じゃん。土井比レベルで人外じゃん。安定進行取らないってありえねえだろ。番、番の遺言を発表してもうよー。パワープレイ決めたかった人外で。占い結果を あの5番が死んであっても、がまあ発言も黒いんだけど、死んであってもいかなきゃいけないのは、っだって裏がえば6級で死につくじゃん。2>, <laughs> 2番は二世なんだけど、ね、に,に死んだったら俺の相方は今現時点の話をしてんじゃないんじゃないかな、六ロこれだけど、俺は。うん。いや、3番さんつってさ、色結果出した方がいい。絶対、盤面すっきりすると思ったんだけど。 仮に、ね。仮にねよ出よ。強人風だから、それゃ出た強人ですかって感じの。絶対ないと思うけど、みんな目線で。そんな発言するあの、覚えはねえみたいな話は絶対すると思うんだけど、るしかないうん。俺をローで置いた時査して。絶対じゃないかね。リバ番さんの今日、いつるしかないわな。うん。直近で。 37ななってありえないからね。いやー、点つってよー。37がありえないのっていうのは、2>, 2番が7白出してるのにもかかわらず4番はそれを追ってんだから。論、まあ、理的に隠しのだからじゃなくて、がね、てなてあなたのシングルナイは2番な 2> だらそなな、そ,その7白を追ってる時点でもう破綻してんだから4番が。まあ、ほぼほぼ3の偽はある、あの、確定だと思ってるんで僕は。 三一ってをそれをこれを偽をってるたらもう出た強気ですかと思ってる三六じゃないかなと思ってるジョンだったのが何だったのか。気をつけてください。占い師の答えは出る。夜のアクションの二番の色でわかる。黒で出たのかな。強気で出た可能性もがあるからね。でなぜか二番が意地でも五番に行かなかった理由不思議な理由。うん。 4番もそうなんだけど。ああ、違うのああ。普通に 24? これ。普通に、ああ、そうなの。えー、見もしなくてよかったってゲーム。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。<laughs> 9 <laughs> クロ打つんだには。<laughs> オッケーオッケーいや、もうこれね、もう東京で見ても分かると思うよ。あれこれ PP じゃないよね。だって、うん。3、6、9がいるからね。<laughs> だってもうさ、東京を見て丸分かりや。だって村だったら普通 PP 起こしたくないからさ、レイロラするのにさ、なんでさ2、2、二はまだ分かるあ違う、4はまだ分かるのか。4はまだ分かるけど、<laughs> 2は普通5行くべきでしょ。え、4もそうか。4も行くべきだよ。普通はね。うん。 例えば相手が人外って分かっててもね。うん。いい気持ちね。<laughs> いやー、ここで俺に黒打ってくんのか。まだ4黒に打って角黒作って、そっからレイロラした方がまだマシだったと思うんだけどな、俺。レイロラじゃねえや。占いロラか。ああ。<laughs> いやー。24どっちでもいいや。あ違う、4九か、村目線。うんどっちだまあいいや。23でも4九でも。6角白だからね。6は決めていいと思う。うん。 2の二の芯もちょっと追ってたのにな俺に黒打ったことによってだいぶ <laughs> だって21周目で俺の発言もすげえ気になりますみたいなさ期待してますとか言ってたのにさ俺に黒打つのがすげえ面白いなと思ったわ、うん、グレーだったら4行くわ占いだったら2行くね6番差決めていいよ以上です 2> 2番のプレイヤーが発言します 6番3に村の勝ちが完全に決まってるから、えー、まあ、乱はね、もう3級、えー、9番占った理由は、まあ、9番っていうのは結局、後付けで俺の芯を追ってるとか言いつつも,3も、三を芯で決め打つ発言、まあ、6番もね、そういう発言しかしてないんだけれども、昨日の段階で、三、えー、3番は1周目でグレー精査する必要ないよねって、 3CO 出てっていや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 、しろよっていう話じゃん、なんでそれで芯を置けるのその擁護して普通に9占ったら黒だったから絶対に今日は9もしくは3どっちでもいいんだけれどどっちでもいい。えー、3級、どうしよっかな、どっちがいいかな。4たこれね多分ね、4と9の発言精査したら4番って視点破綻っていうか、 ちょっと把握漏れとかしてるでしょだから多分4級って9ってそんな色落としてないじゃん。で、7も6番の便乗してただけなんだよ。だからそこを考えてほしい。で、絶対にね、もうこれ3級に負けたくない。俺は真の占いだからこそ、6番さん、マジでミスんないで。で3番いってほしい、うん。もうで、決め打って。で、俺とか4番っつったら負けるから。 もう6番、あなたが先輩になるよ。本当に。だそれぐらい俺はパッション出しとく。6番に。マジで勝ちたいなら村が。3番のプレイヤーが発言しますうん、じゃあ4級のランにしますか。まあわかんないけど、6番さん、ちゃんとはっきり言ってね。4級なのか2三なのか。4級でいいですよ。僕は別に。ただ、はっきり言ってほしい。どっちのランか表合わせたいから。じゃないと負けるから。 とりあえず4級にしますか。あの、4番さんはもう村じゃないんですよ。なぜかというと昨日ですね。あなたは俺に黒打たれてる、イコール、俺があなた目線に偽なんでしょ ?2 番が真なはずなのに、7の、7の、735った言葉はもうあなたに村じゃないんですよ。だってあなたの占い師って2番なのに。2番は7白出してたんですよ。 七代出してた二番、つまりあなたが七を疑ったってことはもう二番が死んじゃ、死んじゃないんですよ。うん。ってことです。私が死んだってことです。もう狼自白会見と同じです。昨日の発言は。致命的な失言です。はい。それだけです。もう、二番、四番のロロでした。で、五番教授になったんでしょうね。もう発言内容。四番のこの致命的な、まあ、失言を、 もう、なっても俺を行こうとした。まあ、2、4、5の人外がパワープレイしようとしたっていうとこだったですね。まあ、四9だったら4番行ってほしいです。あの、2、3だったら2番。まあ、はっきりしてほしいなっていう。もう、4番さんのあれはもう、あなたがオカミってことを自白してるますよ。以上。4番のプレイヤーが発言します。 自白自白言われてて、なんかね、まあ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 、それは3番さんは私黒って、まあね、あのとは偽だけど、そうやって言ってるから、まあそうするしかない。私は釣りたいからそうするんだろうけど、まあ、ぶっちゃけ私も本当にごめんなさい、把握してた、うん。普通に単体で1周目の時点、まだ 2, 2日目の発言聞いたりして、七番さん黒いと思ってた、一番。から、えっ、ー、と、3, じゃないかなって思っちゃった。うん、単純に、これもう言い訳みたいになっちゃうけど、まあ、 1>, 1日目は私、例の5番さんがしてたの見てなかったんねチャットがちっちゃい。<laughs> 見えてなかった、ごめんなさい、本当に。で、サンバーさんに黒出されて、あ3にしてたらもう3つるしかないってなって、もうそれでやっちゃったって感じは、それ、把握漏れは本当に把握漏れしてた、なんか5番さんがフォローしてくれたんたけど、ちょっと追加しますねフォローしてくれてたけど、ぶっちゃけあの昨日の話じゃなくて、今日の話では普通に3、7って言ってた。ぶっちゃけ言うと、本当に把握漏れしてた。 うーん。で、これ本当に白漏れが原因でしたら申し訳ないんだけど、私はだって5番さん入れるでしょって入れるわけないじゃないですか。私5番さん死んだと思ってます。指摘しなかったって確か、まあ指摘。私も気づいてなかったけど。うん。まあで、6番さんしかも言ってたじゃないですか。なんか、なんだっけ。あのー、指摘できたからって白とは見えないみたいな。そう。 って言ってたのに、指摘できなかった5番さんつるんだってなっちゃったけど、まあ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 、5番6番さん殴ってもしょうがないけど、そうで9番さんにせようとしとしては、もう昨日なんか、なんだっけ、3、4の身内切りとかも言ってたじゃないですか、もうありえないんで、でぶっちゃけ本当になんか、なんか上に、お願いします、マッチ。ごめんなさい、本当に。これで負けたらめっちゃ申し訳ない。はんこ盛りしちゃったから、9番さん入れてください。6番のプレイヤーが発言します。やば,やばい、やばい。 圧が <laughs>。圧がすごいっす <laughs>。はい、じゃあ一応ランテージだけ。2、3のランにしときましょうか。2、3のランにで。僕も負けたくないんですよ。2番さん、3番さん。うん、なので、2、3のランテージでいいっすか。2、3のランテージで。 で、俺一回投票しないんですけど、聞きたいことが一個だけあるんですね。2番さんと3番さんに。2番さんはなんで2日目に7番さんを占ったのか。なんで3番さんは4番さんを占ったのかだけ聞いていいですか。はい。そこだけ聞いていいですか。そこだけ聞いていいですか。7番さんこれで合ってますかね。はい。多分こ 2番さんがだあの分かった23のランページで7番を習ったり4番を習ったり教えてください全プレイヤーの発言が終了しましたこれから私はただの石…私はただの石私はただの石私はただの石 あの2日目にも言ったんだけどね番の4番の2種目かあんまり聞いてなくて6七九って俺を死んでおいてんだからまあ2番の相方ですり寄ってんだろうなと思って普通に考えてプレ,プレーとしてはオカミとしてはで4番って怪しまれてるからまあ6七九にオカミがいるから多分4番白だからこれ保護してあげないと俺がもしから。 ねあの白結果出しておかないと例えば途中で噛まれた場合に4番ってさ疑われる可能性もあるしとりあえず4番の色見と,こ見とこうかなと思ったらただ黒だったってだけの話ねうんということですえー、2番差は7番については触れてないのよあの2週、えー、と初日の2週目一切怪しんでない人なってんだから真の占い師なわけないでしょっていう そうに考えたら679すり寄ってるところにオカミがいるんだから多分4番でまあ SG の人かと思ったらただの黒だったってだけの話以上番のプレイヤーが発言しますいや俺が7番占った理由は言ってるよ7番っていうのは2周目の段階で6番の便乗位置で9番っていうのは色落としてないっていうふうに発言は残してて7番占って白でしたっていうふうに言って3番っていうのはこれ捏造してる 明らかに。で、6番さん、冷静でよかったです。これで、あなた3番のシーンを問心してるんでね、訳もわからない、この3番を。これで3いくとか言ったら、もう正直、村負けてた。勝ちたいんだったら3番行ってください。で、7番占って、結局7番噛まれて、1番噛まれて、圧倒的俺の不利な盤面。これを考えてほしい、6番さん。 サンキュ級ローだからこの勝つ盤面を作ってるっていうところ、まあ、ちゃんと言ってますよ、えー、7番さんを占った理由そして9番も色落とさなかったっていうところではい4番ああ3番だ3番私はただの石私はただの石私はただの石 あ何やってんの何やってんのマジで9番じゃなくて何やってんのこいつ。マジで何やってんのなマジで何やってんのこいつ。マジで何やってんのこいつよ。何考えればこんな風なことになってんのよ。何考えてんだよマジでよ。 夜が明けました昨夜は1名の方が亡くなりましたこれで曲げるのかよ番ゲーム終了何考えてんだろう<当>ごめんなさい最後投票するの忘れちゃいました <laughs>